ラジオおやじの日記帳。こちら、アンゴロです。この方からリクエストをいただきました。ドン！ラジオおやじさん。いつも参考にさせていただいております。先日のトランプ大統領のツイートにより、トランプ大統領がビットコインを禁止するのではないかという憶測が流れています。アメリカの憲法などを考えればその可能性は低いと思いますが、アンゴロー様はいかがお考えでしょうか。この件について動画を作っていただけたら嬉しいです。了解しました。ラジオおやじさんは長年 YouTube で情報発信をしていて、私もラジオおやじチャンネルを視聴していました。懸垂のオープニングが印象的でしたね。ラジオおやじさんは2018年に活動を休止した後、発信がなくて心配していましたが、無事で何よりです。質問は、トランプ大統領がビットコインを禁止にするか。早速私の予想を発表します。トランプ大統領はビットコインを禁止しないと予想します。理由を順を追って説明します。まずは大統領令とはですね、大統領から政府や軍への命令のことで、法律と同等の効力を持ちます。議会で成立させる必要がないので、政策を推し進めたい大統領にとっては便利な命令です。ただし 100% 実行されるものではなく、憲法違反などを理由に議会が大統領令を拒否して実行されないこともあります。仮にビットコイン禁止の大統領令が出たら議会は拒否するはずですが、今回はビットコイン禁止の大統領令を出す可能性があるかに焦点を置きます。トランプ大統領は就任直後からハイペースで大統領令を出し続けています。ではトランプ大統領の大統領令で話題になったものを見てみましょう。一つ目、ドン！オバマケア見直し。オバマケアとはですね、医療保険の加入を義務化する制度です。日本では国民皆保険の制度がありますが、アメリカではそのような制度はなく、個人がそれぞれ民間の保険を利用しています。オバマケアによって低所得者も補助金を使って保険に加入できるようになりました。一方、オバマケアによって保険料が高騰して中所得者以上の負担が増加していることが問題視されています。次の大統領令、ドン！ TPP からの離脱。 TPP は関税を引き下げて自由貿易を推進するための協定です。日本を含む11カ国が参加しています。 TPP のメリットは輸入品が安くなるのと、輸出が増えて産業が活発化することですが、企業は生産コストを下げるためにコストの安い国に工場を作って国外から自国に逆輸入するようになります。つまり国内の雇用が減る。そこでトランプ大統領は国内の雇用を減らさないために TPP から離脱したと考えられています。アメリカファースト。次の大統領令、ドン！メキシコとの国境に壁を作る。アメリカには何百万人ものメキシコ人が不法に入国しています。それにより賃金の安いメキシコ人によってアメリカ人が職を失ったり、密輸や犯罪などで治安が悪化しています。そこでトランプ大統領はアメリカ人の雇用と治安を守るために壁を作ろうとしています。次の大統領令、ドン！イスラム7カ国の入国禁止。これはアメリカに危害を及ぼす可能性がある人を入国させないための措置です。以上が話題になったトランプ大統領の大統領令です。大統領令は禁止や撤廃だけでなく、追加の発令もしています。例えば最近では人工知能の研究開発を優先させる大統領令や、エネルギーインフラ建設の承認を迅速化するための大統領令を出しました。つまりトランプ大統領はアメリカ人の安全と雇用を
そして産業をプラスに変えて不満を持っている人の支持を獲得できる事柄に対しての大統領令を出しています。アメリカファーストでは、ビットコインの禁止はアメリカ人にとってプラスになるのかを考えます。トランプ大統領は暗号資産について過去にこうツイートしています。ドン。Unregulated crypto assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity. 規制されていない暗号資産は麻薬取引などの違法行為を促進する可能性がある。仮にビットコインを禁止するなら、マネーロンダリングやテロ資金などの犯罪に利用される危険を理由に大統領令を発動するはずですが、そうなると、ビットコインだけでなく暗号資産すべてを禁止にする必要があります。しかし暗号資産にはブロックチェーンという画期的な技術が使われているので、暗号資産を禁止にするとブロックチェーン産業で他国の遅れを取ることになります。これからの産業はブロックチェーンを利用することでより低コストで素早く安全な取引をする構造に変わっていきます。この技術革新は国に大きな利益をもたらす可能性が高いです。アメリカに利益をもたらす可能性が高い産業をトランプ大統領が禁止にするはずはありません。よってトランプ大統領はビットコインを禁止しない。以上、トランプ大統領がビットコインを禁止にするのかについてでした。また次回お会いしましょう。ラジオヤジの日記帳。